地球に岩石がなければ生命は生まれなかった。今回は岩石が生命誕生に果たした重要な役割ベスト5ということを考えてみたいと思います。第5位、素材の役割です。生命の構成元素を提供するということなんですけど、生命の誕生にはタンパク質や酵素の形成が不可欠です。でこのタンパク質や酵素の中にはミネラル分ですね、鉄とか硫黄というミネラル分が含まれているんですけど、この鉄とか硫黄というのは岩石を構成する鉱物から溶け出したものを利用しています。まあ、岩石鉱物からですね、鉱物から溶け出してくるって言っても普通に水の中につけておくだけでは溶け出してこないので、結構高い温度、高温が必要になってくるんです。でこの高温の熱水が必要ではあるんですが、生命誕生の場所として一つ考えられている海底熱水噴出孔なんかではこの高温の熱水というのがありますので、岩石の中の鉱物から鉄とか硫黄がこの熱水によって溶け出してくる、染み出してくるということが可能になります。でこれが生命を作るタンパク質とか酵素の材料、構成元素になっているというのが一つの役割です。第4位、触媒の役割。触媒というのは化学反応を促進するための化合物のことですね、物質のこと。で何に使われるかというと、アンモニアの合成を促進するのにこの岩石中の鉱物が触媒として働いているという意味です。でアンモニアって、まあ生命には必要な物質なんですけれども、どうやってできるかというと、窒素と水素からアンモニアっていうのは生成されます。でも窒素と水素が化学反応してアンモニアができるっていうのはかなり高い温度が必要になってくる反応で、化学反応で普通に置いておいたらできないわけです。常温ではできない。ところが岩石中に含まれている磁鉄鉱という鉱物があると、それが触媒の働き、化学反応を促進する働きとしてくれて、常温でも普通の温度でも反応することができます。アンモニアが生成することができるっていうのがあります。ですので4番目はアンモニアの生成のための触媒の働きを岩石中の鉱物が担っているということです。第3位、容器の役割。容器ですね、アミノ酸を紫外線や熱から守るという容器の役割。でアミノ酸って結構地球上でいろんな場所でできるということまでは実験的に分かってきています。海底熱水噴出孔でもできるし、温泉、地上のですね、温泉地帯でもできる、 あるいは隕石によって宇宙からももたらされるということが、いろんなところでですね、アミノ酸は結構合成されやすい、生成しやすいということは分かっています。でも一方アミノ酸というのはできやすいんですけれども、また一方で分解されやすいということも分かっていて、できたアミノ酸がどん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 壊れていってしまうんですね、熱とか紫外線によって分解されてしまいます。例えば熱水噴出孔、海底の熱水噴出孔では高い温度があるわけです。熱があるんですね。この熱によってアミノ酸っていうのはバラバラに壊されてしまう。できても分解されてしまう。で、ここでアミノ酸の分解を防いでくれるのが岩石中の鉱物であるというお話です。海底熱水噴出孔の場合、硫化鉄鉱物というのが熱によるアミノ酸の分解を防いでくれます。これ、海底熱水噴出孔あたりのですね、岩盤中にたくさん沈殿しているものなんですけれども、硫化鉄鉱物、つまり硫黄と鉄からできているものですね。でこれがあることによって熱によるアミノ酸の分解が防がれるということが実験的に分かっています。また紫外線に関しては、これは海底までは紫外線届かないので、陸上の話なんですけど、生命誕生の場所として陸上の温泉地帯というのも一つ考えられているんですね。で陸上の温泉地帯ではやっぱり紫外線が降り注ぐので、アミノ酸が壊されてしまいます。でそこで紫外線を防いでくれるシェルターになるのが岩石中の鉱物の小さい隙間であるということです。どんな岩石でもいいんですけど、例えば花崗岩という岩石でしたら、潮石という鉱物が含まれていて、この潮石は風化によってちょっとずつですね、溶け出していく、表面に穴ぼこができていくという性質があります。でこの穴ぼこ中にアミノ酸が入ることによって紫外線から守られるシェルターの働き、容器にすっぽり収まるような働きを果たせるわけです。
容器の役割としてはこの紫外線から守ってくれるシェルターっていうのがやっぱり分かりやすいと思うんですけど、このように熱とか紫外線から守ってくれる役割というのが鉱物の持っている重要な役割の第3位としました。第2位、足場の役割。これはアミノ酸を鎖状に長くつなげるための足場の役割を鉱物が果たしているということです。で、アミノ酸だけでは生命になっていかなくて、アミノ酸ができた、まあ、これはスタート地点として重要なんですけど、そこからさらに複雑なタンパク質とか酵素とかもっと大きな分子に成長していかなくちゃいけないわけですね。まあ、化学進化と呼んでいますけれども、アミノ酸がどんどん複雑な分子になっていかなくちゃいけない。そのためにはですね、アミノ酸を何個も何個もつなげる必要があるわけです。これが結構難しくて、アミノ酸がたくさんたくさんつながっていくっていうのはこうどうすればできるのかっていう問題があるわけですね。で、これはアミノ酸からタンパク質になる過程だけではなくて、遺伝物質についても言えます。遺伝物質 DNA とか RNA ですね、こういったものも小さい単位、最小の単位はヌクレオチドという分子になっています。このヌクレオチドが鎖状にどん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 つながっていって、 DNA とか RNA という遺伝物質になっていくわけですね。ここでもやっぱりできた分子がつながっていくということが必要になるわけです。このつながるのが難しいので、そこでですね、大活躍するのが鉱物です。で、ここで出てくる鉱物は粘土鉱物というちょっと特殊というか、ありふれてはいるんですけれども変わった性質のある鉱物です。粘土鉱物っていうのはこの写真のようにペラペラの、まるで本のページのめくるようにですね、薄い層が積み重なっているような鉱物のことを言います。本当はこの粘土鉱物って目に見えないくらいちっちゃくてですね、ほとんどの存在形態としてはもう2ミクロン以下というですね、ものすごくちっちゃくて目に見えないようなサイズ、これが粘土鉱物なんですけど、まあ、拡大してあげると、ここの写真に出ている層状のペラペラのものが重なったような形をしています。で、写真は実はこうクロウモというもっと大きな鉱物ですね。シート状に重なっているという点では、まあ、粘土鉱物とよく似た構造をしているので、今このイメージとしてクロウモの写真を出しているんですけど、まあ、こういったちっちゃい鉱物があるわけです。で、このページの中に先ほどのですね、有機分子アミノ酸とかヌクレオチドが入っていくことによって、だんだんつながる足場となっていくわけです。足場となることができる。この粘土鉱物のシート間っていうのは、アミノ酸やヌクレオチドがくっつくことができる場所です。そしてこのシートの中に入っていきますので、お互いですね、入ってきたアミノ酸同士距離が近くなります。そして狭い隙間にスポッと入らなくちゃいけないので、どんな向きでも入れるわけじゃなくて、ある程度ですね、向きが決まってくるわけです。そうすると同じ向きにアミノ酸ならアミノ酸がこう並んでいくことができると考えられるわけです。ですので、このアミノ酸とかヌクレオチドとか個々の分子がつながるための足場として、シート状の粘土鉱物が重要な役割を果たしたと考えられるわけです。そして第1位は鋳型の役割としました。特定の型のアミノ酸だけを選別する鋳型、これを鋳型の役割を岩石中の鉱物が果たしているというお話です。で、アミノ酸ってですね、正四面体、まあ、ざっくり言うと正四面体の形をした分子になっています。正四面体のそれぞれの頂点に材料が、部品が一つずつくっつくと考えると、同じ部品を使っていてもくっつき方によってこの2通りが出てくるわけです。これは正四面体という形が持っている特徴ですね。そのためにアミノ酸には2つのタイプがありまして、 L アミノ酸、 D アミノ酸、まあ、L 型と D 型があるわけです。まあ、普通にアミノ酸ができると L 型と D 型ごちゃごちゃですね、どっちもできるわけです。ですが生命に使われているのはなんと L 型だけという決まりがあります。というわけで、生命ができるためにはアミノ酸の L 型ばっかりを集めなくちゃいけないという必要があるわけです。まあ、そこで登場するのが鉱物です。岩石中のですね、崩壊石っていう、まあ、これもありふれた鉱物があるんですけれども、炭酸カルシウムでできた鉱物です。こちらの写真にあるように半透明で、こう綺麗な結晶面で囲まれた、そういった鉱物です。大理石とか石灰岩の素材でもあるので、崩壊石っていうのはもうありふれて、まあ、この地球上どこにでもあるような鉱物の一つです。
で、この方解石がどういうふうに L 型だけを集めることに関わっているかというと、結晶面がこういろんな角度で方解石にあるわけなんですけれども、ある面には L 型ばっかりがくっつく、である面には D 型ばっかりがくっつくという性質があることが分かっています。で、これっていうのは結晶面の表面の凸凹がですね、ちょっとずつ違っていて、この面の凸凹には L 型がスポッと入る、でこっちの面の凸凹には D 型がスポッと入る、そういうふうにですね、微妙にこの形が違うことによって L 型と D 型を分けることができるという性質があります。このですね、L 型だけを集めるというのは非常に難しくて、実験的にもなかなかできないことなんです。これを天然でできるというのは本当に奇跡的なことなんですけれども、方解石があれば、方解石の結晶面にくっつくことによって、なんとそれが実現されているというすごい事実があるわけなんですね。まあ、この本当に難しいことを実現しているということで、私これを第1位に選んだんですけど、E 型っていうのは、金属をこう流し込んで鉄器を何かしら形を作るようなこの型のことを E 型っていうわけですよね。なので方解石の表面の凸凹がちょうど L 型がスポッと入る E 型になっている、ということで E 型の役割としました。はい、というわけで、岩石が生命誕生に果たした重要な役割ベスト5を今日は考えてみました。まあ、このベスト5、私の主観で選んだんですけど、第1位がアミノ酸の L 型と D 型を分けるという鉱物のすごい役割に着目しました。これやっぱり実験的にも難しいことで、どうやってやったら、もう生命誕生の本当に謎だったわけです。どうやってやったら L 型だけが集まって生命ができるのか、自然にできたらごちゃごちゃの L と D が混ざったものになってしまうのに、なんで L 型ばっかり生命には入っているのか、これすごく難題で難しい問題なんですけど、これに解決を与えそうな手がかりとして岩石中の鉱物があるという、こういったですね、難題を解決するためのきっかけになりそうという期待も込めて、第1位に E 型の役割を挙げました。今回のお話ではこちらの文献を参考にしました。今日は地球に岩石がなければ生命は生まれなかったということについてお話ししてきました。今日の動画が面白かったな、役に立ったなという方は、ぜひチャンネル登録やまたコメント、高評価をよろしくお願いします。